ではお時間となりましたので、ただいまよりサステナブル経営実践のための制度説明会を開催いたします。本日お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。本日司会を務めます北九州市政策局政策課の白水と申します。よろしくお願いいたします。それでは本日の説明会の趣旨についてご説明します。近年、環境問題や企業活動を考える上で、サステナブルやサステナビリティという言葉を聞くことが増えています。こうした中、企業は金銭的な利益追求だけでなく、社会や環境と共存しながら持続可能な成長を図るために、責任ある行動や、説明責任を果たすべきであるという、いわゆる CSR、企業の社会的責任が求められています。これは今や世界的な潮流であり、北九州市でも例外ではありません。また、社会課題に対応しながら地域の活性化を図るためには、社会経済の基盤となる企業の成長や活性化が不可欠です。そして、市内企業の皆様がサプライチェーンや消費者から選ばれる企業となるためには、サステナブル経営を実践すること、そしてそれを強く発信していくことが求められています。本日ご参加いただいた皆様は、いち早くそうした地域の現状を把握し、課題意識を持ってサステナブル経営の実践に取り組んでいただいていることと思います。本日の説明会では、こうした皆様にサステナブル経営を実践するリーディングカンパニーとして、引き続きその取り組みを実践していただくとともに、皆様が選ばれる企業となるその支援をするために、北九州市が行っている登録制度と認証制度の2つの制度についてご説明させていただきます。ぜひご活用ください。それでは早速第1部に入らせていただきます。まず私からサステナブル経営実践のための3つのステップについてご説明します。皆様に取り組んでいただいている SDGs ですが、国はこの SDGs を原動力とした地方創生および自律的好循環の形成のため、地域の事業者の皆様による SDGs 達成に向けた取り組みの見える化を目的とする3つのステップをガイドラインで示しています。まず、ステップ1、こちら宣言です。これは事業者の皆様が SDGs に取り組みますという意思を宣言するというものです。北九州市では、皆様に加入していただいている北九州 SDGs クラブがこの宣言にあたります。続いて、ステップ2、登録です。これは事業者の皆様が SDGs の登録、取り組みを実践することを表明し、そしてこれを自己評価することで市の登録を受けるものです。北九州 SDGs 登録制度がこの登録にあたります。また、登録にあたって皆様からご提出いただく資料はホームページ上で公開しておりますので、これにより事業者の皆様の取り組みが見える化されるということになります。そして最後がステップ3、認証です。事業者の皆様が実践するサステナブル経営の取り組みを専門的知見を持つ第三者が評価し、その結果を受けて市が認証します。今年新設した北九州市サステナブル経営認証制度がこの第3のステップの認証にあたります。これにより SX、サステナビリティトランスフォーメーションを推進する企業が増えることを期待しています。本日はこの後、ステップ2にあたる北九州 SDGs 登録制度について、更新方法や様式の変更点などの説明をいたします。その後、15時50分より第2部として、ステップ3の北九州市サステナブル経営認証制度について、制度の考え方や様式の作成などについての解説を行います。なお、
このサステナブル経営認証制度は、現在、事業者様からの申請を受け付けています。ご興味のある方は、お時間のある、あ、ご興味のある方やお時間のある方は、ぜひ最後までご視聴いただき、ご応募ください。また、本日、オンラインで参加の方で、説明会の内容についてご質問がありましたら、Q&A 機能からご質問ください。回答は後日、北九州市のホームページに掲載します。そして、本日の説明会を録画したものを後日、北九州市のホームページに掲載する予定です。途中退席される方や、再度確認したい方は、そちらのアーカイブ動画でご確認ください。それでは、ここから北九州 SDGs 登録制度の方針等についての解説に移ります。説明は北九州 SDGs ステーション事務局の富永より行います。はい、皆様、こんにちは。ただいま、白水係長よりご紹介をいただきました、SDGs ステーション事務局の富永と申します。本日、どうぞよろしくお願いいたします。では、私の方からはですね、第1部の2番目のテーマとしまして、北九州市 SDGs 登録制度、今日ご参加いただいている皆さんも登録制度にご参画いただいている皆さんでございますけれども、こちらの更新について、お話をさせていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。では、こちら、北九州 SDGs 登録制度の、更新についてというところです。で、その前にちょっと SDGs ステーションという組織、ご存知の方、ご存知でない方いらっしゃると思いますので、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。SDGs クラブ、先ほど宣言というお話がありましたけれども、その宣言の、中に入っていただいている方は、SDGs クラブにご入会をいただいています。で、今、SDGs クラブの会員数は、今年の5月末の時点で2266の会社様、団体様、個人様などに入っていただいているところです。で、このステーションは、このクラブに入っている方々のマッチングだったりとか、伴走の支援をさせていただく場所として用意されているものになります。で、現在ですね、魚町1丁目の、ですね、もう魚町の交差点のすぐそばです。こちらの交差点のすぐそばに、ステーションとして場所を構えておりまして、ホーユー株式会社というところと、私が所属しております株式会社アットグリーンという、2社の会社でですね、共同でステーションの運営をさせていただいております。ぜひ、こういった取り組みを考えてるんだけれどもとか、SDGs 登録制度について考えているけれども、ご相談したいというようなことがありましたら、お気軽にご相談を賜ればと思います。それでは、こちらクラブの会員数の話ですね。では、ここから、本題であります登録制度のお話をさせていただきたいと思います。今日お話しさせていただきたいのは、登録制度の、特徴、おさらいというところで、そもそも登録制度ってどんなものでしたっけっていうところを、最近8時でね、ご登録いただいた方は、もう最近のお話なので、すごく残ってらっしゃるかもしれないですけど、1時の方とかになると3年前のお話になるので、少しこう記憶が曖昧になっている部分もあるかもしれませんので、特徴をおさらいさせていただきながら、変わったところについてお話をさせていただきたいと思います。で、その後ですね、具体的に申請書類、こちらについてもちょっと後ほどご案内しますけれども、具体的に変わっている書類について、どのように更新書類を記載していけばいいかというところについて、ご説明をさせていただきたいと思います。で、最後に、プラットフォームクローバーという、オンラインのマッチングプラットフォームとですね、北九州市さんが連携した新しい取り組みを始めようとしていますので、その取り組みについて、もう本当に簡単にですけれども、ご紹介させていただく時間を、取れればなと思っているところです。では、最初のテーマから話を進めさせていただきます。で、登録制度というものは、そもそも、こういう立て付けの中で行われていましたというものが、ここにあるものです。これはこれまでのものになります。で、大きく分けると、左下の方にあります登録の要件というところで、この経済、社会、環境を網羅した12項目の取り組みというのと、その重点的な取り組みに数値目標を設定するというものと、地域貢献の取り組みとして、子ども食堂に対してこういう取り組みをしている、空き家対策に対してこういう取り組みをしているというような具体的な取り組みを市とどういうふうに連携してやっているかという部分を記載いただく、1、2、3、様式1、様式2、様式3という3つの書類で申請をしていただいているものになりました。で、こちらに合わせて、今日ご参加いただいている皆様
様も登録制度の申請書類に記載をいただいて、現時点では674の事業者さんにこの登録をいただいているという状況でございます。ちょっと日付がすみません。今年の4月の時点ですね。失礼しました。というところです。で、この674の事業者さんに、何を期待しているかというところで言うと、やっぱり自分の会社の事業活動と SDGs の各ゴールとの関係が、見えるようになっていただきたいなというところで、見える化を目指すための書類として、申請書の様式1、2というものを、主に用意させていただいていたというところです。で、北九州市の SDGs 未来都市計画というのが当時ありましたので、その未来都市計画が重要視している各指標と、皆さんの見える化した取り組みっていうものが、対になって関係性が分かってくることで、一体的に SDGs の達成に向かっていただきたいというメッセージで、様式2、1、2を記載していただくとともに、会社の中、会社の外、組織の中、外で SDGs に達する向けた取り組みが共有されていくことで、インナー、アウターでのブランディングにとどまらず、経営方針にそういった SDGs 達成に向けた取り組みが入り込んでいくことを期待しているというところで、様式の1と2というものを記載いただいたというところです。で、それに加えて北九州市さんと連携した SDGs 達成につながる具体的な活動を発見していただきたいというところで、様式3というものを記載いただいてたというところです。で、この様式3というのが今回、大きく更新のタイミングで変更させていただいておりまして、給仕の申請の方、あるいは今回更新をしていただく方にとっては、ちょっと様式が大きく変わっているというところです。いずれにしても、登録制度というのは、申請企業さんの内容を評価して、あなたは合格です、あなたは不合格ですっていうことを出すための制度ではなくて、企業の現状をしっかり見つめていただいて、取り組みが足りないときには、そこを見直して改善していくっていう気づきのきっかけになっていただきたいなというメッセージ。で、今のポジション、現在地っていうもの、これ値と、ポジションっていう意味の両方を含めて表現してるんですけれども、現在地の表現をするということが、非常に大事なものであって、いいところはより伸ばして、足りないところは逆に埋めて、どんどん良くしていこうというところを目指した制度ですよというものが、この制度、なんでしょう、登録制度のもともとの当初からの目標ですというところです。で、今回、これを、こういった情報をですね、情報開示するところには、やっぱりその何をそもそも情報開示したらいいのかが分かりにくいとか、そういったところの課題があるので、この登録制度というものは、それを見やすく、分かりやすくするという考え方のもとで、書類が作られていまして、皆さんにもそれをご記入いただいてましたという話です。で、企業さんとしては、このようなさまざまな、環境活動だったりとか、SDGs に関する活動を表現したりとか、認定を受けるっていう仕組みがありますけれども、その中の一つとして、北九州市さんの SDGs 登録制度というものも位置づけられているかなというところで、書かせていただいているというところです。大事になっている背景としては、やっぱり自分の会社の財務情報だけじゃなくて、非財務と言われている、要は PL とか BS というものに現れない情報というものが今、非常に重要視されてきていて、金融機関さんもそういったところを評価する動きになってきている。で、大企業さんはこれらの開示を進めている中で、中小企業さんにもそういった情報開示を求めようとする動きが、特に脱炭素の領域などでは進んできていること。ただ、反面、それを要求される側としては、何を見せたらいいのか、何をどのように見せたらいいのか分かりにくいよねというところも課題であるので、それを分かりやすく見せるために、この登録制度というものを位置づけさせていただいているというところです。じゃあ、変わった登録制度はどう変わっていくのかというところをお話しさせていただくと、まず一つ大きいところは、先ほどは北九州市の SDGs 未来都市計画というところとの関連付けを表現するということを言わせていただきましたけれども、実は未来都市計画というものは、もう現在、期間が昨年度までになっていましたので、新しく今回からは市の基本計画というものが立ち上がっておりまして、その新しい基本計画との、皆さんの活動を整合をどう取っていくかというところ、取れてるかというところを見ていく、より一体として活動しているかというところを見ていくような書式に変えさせていただいております。詳しくは後ほど2番のセクションでお話しさせていただきます。で、もう一つ、様式3というものが大きく変わりましたというお話をさせていただきましたけれども、ここが今までは
ては地域の活動に対してこういう活動をやってますっていうものを書いていただく欄だったんですけれども、ここが具体的に自分たちの会社組織が持っている強みだったりとかシーズだったりとか、そういったものを記載いただく場所と、逆にそういったこう地域課題とか SDGs の達成に向けて、よりこういったことが欲しいとか、こういった情報が欲しい、こういったパートナーが欲しい、こういった、あるいは、例えば製品とか技術が欲しいとか、そういったものを書かせていただく、まあ、シーズとニーズを書かせていただいて、パートナーシップの発展的な形成を目指そうというような、書式に変更させていただいています。まあ、これは何でかというと、SDGs は17個のゴールがありますけれども、まあ、17番目のゴール、パートナーシップで、まあ、課題を解決していこうというゴールこそが最も、何て言うんでしょう、本質を表していて、その残りの16個の課題に対して今までになかったパートナーシップなどを作ってですね、17番が、あることで、その課題が解決できなかったものを解消していこうよというところにこそ、こう SDGs の本質があると思いますので、そういったところをよりこう促したいなという思い、メッセージの中で、この3番目の書式を、今回改めさせていただいたというような経緯がございます。まあ、ですので、まあ、この登録制度に期待されていることというところもちょっと変わってきていまして、まあ、見える化の部分、この上の部分はあまり変わらないんですけれども、この下の部分ですね、まあ、上の部分も新たな基本計画との関係性というところは、変わっています。前は SDGs 未来都市計画との関係、今回からは、市の新しい基本計画ですね、こちらとの、まあ、関係性というものを重要視した、指標とかを記載させていただいているというところです。で、新たに登録制度に参画いただく方々のパートナーシップを促進するために、様式3というものを改めさせていただいて、そこに記入をしていただきたいというところが大きく変わったところです。まあ、いずれにしても、以前、従来通り合否を出すということがゴールというよりは、やっぱり現実を今を向き合っていただいて、より良くするためにどうしたらいいかというところの目線で記述をしていただくというところは共通でございますので、まあ、そこは共通のメッセージとして受け止めていただいて、ただちょっと表し方が少し変わったかなというところが、今回の登録制度の、変更に関わる部分になりますというところです。で、登録制度へのインセンティブ等はホームページにも公開されておりますが、まあ、継続してこういったところでの、まあ、インセンティブがありますよというところで、ご案内させていただいているところです。まあ、総合評価での加点とかですね、まあ、町人仕事の創生戦略基金における、まあ、融資における、まあ、低利融資などの優遇などですね、あとエコプレミアム認定制度がありますけれども、エコプレミアムの選定の際の評価点の加点などに、つながってきますよというような、ところでインセンティブがありますよという形をさせていただいてますと。ではちょっとここからはですね、少し突っ込んで、登録制度の更新についてというところをお話しさせていただきたいと思います。で、書式については、今実はまだウェブで公開をしたものを皆様のところにお届けはしておりません。まあ、一つ、二つ、いくつか理由があるんですけれども、書式を見直していたという理由も一つなんですけれども、新規の方と更新の方がお互い見れる状況になってしまうと、混乱を招くだろうなというところもありまして、更新の方については、更新の対象になっている方にメールでご案内をさせていただく予定にしていまして、そちらに、書式が入ったリンクなどの情報もお伝えをさせていただく予定にしております。まあ、ですので、更新の書式、ちょっとお手元にない状況でご説明をするところは心苦しいところはあるんですけれども、まあ、もう本当に近日中にそのメールは送らせていただく予定で、市役所様とも協議させていただいておりますので、そちらがお手元に届き次第、今日のご説明と振り返っていただきながらですね、確認をいただけると良いのではないかなと思います。では、まず、様式1なんですけれども、様式1というのは、先ほど申し上げたように12個の質問があって、その中で環境、経済、社会における環境、重点的に見ていただきたい項目というものを取り上げさせていただいて、それに対する今の取り組みの状況と、今後どうしていくかというものを書かせていただく書類になっていました。で、この考え方は基本的に踏襲をしていますというところです。ただ、該当されている事業者さん、記憶されているかもしれないですけれども、いくつかの項目は、例えばエコアクション21の認証を取っている場合は、記載が割愛されるものがあったりとか、いくつかの認定制度とか認証制度、表彰制度というものを取っている場合は、この項目はもう書くことが割愛されますよという項目があります。それは
今も継続してそういう認定とか認証を受けられているのであれば、継続してご記入いただけると、引き続き具体的な取り組み内容の欄などは、記載を割愛することが可能になっております。ただ、一番ややこしいのは、前回はに例えばエコアクション21の認定を受けてたんだけれども、今回更新するタイミングでエコアクション21をもうやめちゃったんだよねという場合は、大変恐縮なんですけれども、その前提になる記載をしなくていい条件がなくなってしまっていますので、今回新たにこの具体的な取り組み内容というところから記述をお願いしたいなと思います。まあ、ここについては各内容は前回と同じでございますので、前回の申請書をぜひお手元に振り返っていただきながらですね、記載をいただければと思います。ちなみに、もう手元に残ってないよ、担当者がちょっと辞めちゃってとかっていうケースもあるかもしれません。その場合は、市役所さんのホームページで、各第1次、第2次と第8次とずっと続いている登録制度の認定をされた事業者様の申請書類の内容というのは、PDF になって公開がされておりますので、そちらを見ていただければご確認はいただけます。後ほどの資料のページにもその URL は記載しておりますので、そこをご覧いただければなというふうに思います。で、続いて、もう少し、これすみません、横に長いんで、分割して表示してるんですけれども、まあ、具体的なここからがちょっと今回の更新に合わせて新しい書式でして、新規の方にはここを書く内容はないんですけれども、要は前回、登録をいただいた際に、例えば環境に対する活動をやりますと言って、再生可能エネルギーをうちの会社で使っている電力の50%相当を導入しますっていうような具体的な取り組み内容を入れていたとしますよね。別にこれじゃなくてもいいんですけれども、こういった内容を入れてたとしたら、じゃあそれに対して、いや、実は今もう100%できてます。あるいは、いや、75%できてます。いや、あるいは50%って言ってたけど、ごめんなさい、ゼロですとか、あるいは50%って言ってたけど、20%ですみたいな、今の進捗状況というものをここに書いていただきたいと思います。で、この時は、できるだけこう定量的に言っていただくことが望ましいと思っています。これは、我々、登録制度さんの事業に、登録制度に申請いただいたものを確認させていただく立場としても、確認がしやすいというのはもちろん一つあるんですけれども、やっぱり事業者様としても、何でしょう、申請をして、この内容でやるって言ってたのに対して、いや、なんとなくできてます、なんとなくできてませんというよりも、いや、3割はできてます、5割はできてますっていうことの方が、より今後何をするかっていうことが分かりやすく考えられると思いますので、やはりここはできるだけ定量的にこう表現をしていただきたいなというメッセージを、含めて、定量的に言えることが望ましいですと書かせていただいてます。じゃあ、先ほど言ったように、再生可能エネルギー50%にしますというものに対して、100%できているということであれば、もう再生可能エネルギーじゃないことを考えればいいかもしれませんし、他のことを記載いただくというところを、今後の取り組み方針というものに書いていただければと思います。で、逆に50%って言ってたのにゼロですみたいな状況であるならば、じゃあそのゼロの状況から、もう当初考えてた50っていうところにどうやればできるかな、どうすればできるかなっていうところを、まあ考える。例えばそういう電力を供給してくれる会社さんとの契約の協議を進めますとか、そういったことを書いていただいて、具体的に、どういった活動をするかっていうことを書いていただければなというふうに思います。で、ここもできるだけ定量的に、まずは20%を目指しますとか、そういったことを書いていただくのが望ましいんじゃないかなと思います。で、最後に一番右端、ここも変わっていまして、今までここの最も関連性のある SDGs 未来都市計画の指標や取り組みということでここ書いてたんですけれども、今回、北九州市基本計画の中に関連する指標と具体的な取り組みというものを記載いただくことになります。で、その指標とか取り組みっていうのは具体的などんなものなのかっていうものは、ここの、実際のエクセルになってますので、エクセルのところを押していただくと、プルダウンで表示されるようになってます。で、あと皆さんが多分第1次とか第2次で申請された方は、エクセルが3つに分かれてて、様式1、様式2、様式3って分かれてて、ちょっとこう見るのが大変だったと思うんですけど、最新の、申請書類は、1つのエクセルにまとめています。1つのエクセルの中でシートを1つずつに様式1、様式2、様式3というふうにまとめてるので、1つのエクセルの中で作業を完結できるようにして、一応申請しやすいかなというところで、そういった配慮もさせていただいておりますので、まあ、そちらを見て
見ていただきながらですね、指標が最も適しているかなというものを、従来の未来都市計画でやってたことを、同じように基本計画の方でやっていただけたらなというふうに思います。この基本計画が、北九州にとっての市としての SDGs の達成に向けた、計画のマイルストーンとして位置づけられているものになりますので、こことの関係性というものを皆さんにぜひ言及していただきたいなというふうに思っています。でその隣にある最も関連性のあるゴール、ターゲットというのは、SDGs の17個のゴールだったりとか、170のターゲットに関しての記述をしていただくものになりますので、ここは従来通りの記述になるかなと思います。内容が変われば、ちょっとここを書き換える必要があるとは思いますけれども、ここもプルダウンで見ていただきながらですね、記載をしていただければなというふうに思います。で、様式1作成時のポイントをまとめとして書かせていただいているのは、とにかく、基本とにかく現時点で行っていること、皆さん、今の姿を記載してくださいねということです。ただ、記載いただく活動のレベル感というのは、法律で当たり前に求められていることというのは、ちょっとさすがに、それをなんかこう、さも SDGs やってますというふうに言うのはちょっと違うんじゃないかなと思っていますので、それプラスアルファのことを書いていただきたいと思っています。例えば、産業廃棄物について処理業者に委託して適切に処理してます。これ、法律で決められていることなので、これをやったからといって SDGs の達成に大きく貢献してますという表現はちょっと望ましくないと考えますので、リサイクル率を高めるためにこれとこれを分別していますとか、あるいは会社で行うイベントで食べ残しを抑制するために食べ残しをしないタイムを作ってですね、呼びかけをしてますといったようなこととかを書いていただきたいなと思っています。あと健康診断とかもこれも結構あったんですけれども、健康診断を従業員に受けさせるというのは法令遵守事項になってますので、これを回答にしていただくのはちょっと望ましくないかなと思っていまして、法廷で行っているプラスアルファ、例えば年1回が法廷ですけれども、年2回以上やってますとか、人間ドックも補助してますとか、そういったことをこう表現していただきたいなというふうに思っています。で、先ほど申し上げたようにエコアクションとかを取っていたりすると、記載が不要になる箇所もありますので、そういったところは、そこに従来通りそういった形で触れていただきながら記述をお願いしたいなと思っていますし、あと空欄をなるべくなくしていただきたいなと思っていまして、もし今何もやってないよっていうものが多分過去の登録をされた際にあったかもしれませんけれども、そういったものについても今後これぐらいの時期でこういうことをやりますってことをぜひ記入いただきたいなと。最近審査をさせていただいている6時、7時、8時の方とかには基本的にこういった形でお願いをしておりますので、1時、2時、今回は1時の方の更新がタイミングとしては重なりますけれども、1時の方でもしそういう方がいらっしゃったら、ぜひこういったところご配慮いただけるとありがたいなと思っています。で、更新に関してのポイントとしては、いずれにしてもこの具体的な活動内容のところで、活動が進んでいなかったとしても、今の姿は書いていただくことは大事だし、じゃあできていないなら、やっぱりできるようにすることっていうのは、前向きな姿勢というのは大事だと思いますので、どう実施していくか、いつ実施していくかというところをぜひご記載いただきたいなというふうに思っていますというところです。そういったところも、配慮いただきながらというところです。で、あと先ほど申し上げたように、ここに書いてますけれども、前回はエコアクションの認定を受けてたけど、今回の更新のタイミングでやめちゃったというようなケースの場合は、記述しなくてよかったというところが記載をしなければいけない形になってしまいますので、そういった時はですね、そこの記載をお手数ですけれどもよろしくお願いしますというところです。で、未来基本計画との関係というのは、基本的に SDGs 未来都市のとの関係というところで書いていただいてた内容の同じような考え方で、基本計画のいろいろな指標とか取り組みが記載されてますので、そことどう連携しているかということを、書いていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。これが様式1のポイントというところです。で、ここからはちょっと割愛します。様式1がなんでこの12個のことを聞いているのかっていう話でして、これ資料公開されますので、よかったら見てみてください。なんで聞いているかっていうことは、やっぱり企業さんのサステナブル経営につながる大事な情報だから、大事な考え方だから、わざわざ聞いているというところはありますので、そういったところも何て言うんでしょう、我々もなんかいたずらに聞きたいというわけじゃなくて、こういったことに目を向けていただくと、結果的に持続可能な企業の発展、組織の発展につながるんじゃなかろうかというところで、聞かせていただいているんですというところで、ご参考にしていただければなと思います。
では続いて、様式2についてお話をさせていただきます。様式2というのは、SDGs 達成に向けた宣言書というタイトルになっていまして、平たく言うと、SDGs 達成に向けてこの項目頑張りますということを宣言していただいて、何パーセント達成に向けて頑張りますということを、述べていただいているページになります。で、ここも、基本的にお聞きしたいのは、前回書いていただいた内容から、今どういう状況になってて、じゃあ今後どうしていきますかっていうことを書いていただきたいなと思っています。なので、書類の体裁としては基本的に同じ方向性ですというところです。なので、基本的にこの達成に向けた重点的な取り組みとか KPI というのは、前回申請した時の情報をコピーして貼っていただくということになるかなと思います。で、その後こちら、今の状況。例えば、先ほど言ったように再生可能エネルギー100%にしますっていう目標を立てていたら、導入率っていうのが KPI、指標になると思います。じゃあ、その導入量を50%にしますって目標値を立てていて、今どうかっていうと、再生可能導入率20%だったら、こういう理由で20%までできてますしかできてない。理由としては、電力契約の値段が高かったのでとか、いろいろあると思うんですけども、そういったものを書いていただく。で、今後の対策としては、今後それに対してこういう方法をとっていって、目標にしている50%に向けて達成を目指していきます。あるいは50%という目標に対してもう75%まで来てるっていうことであれば、今後の目標を例えば100%というふうに立てていただいて、表現をしていただくというところで想定をしていますというところです。で、従来通り、こちらの一番左端にある経済社会環境という、これ、経済社会環境って何であるかというと、トリプルボトムラインといって、サステナビリティとかを考える上で、この3つを無視して、やることはできないよねという、一番根底にある考え方なので、この経済社会環境というものに、必ず触れていただくというところを、書類の要件としているんですけれども、その部分についての記載を、ここでもお願いしたいなというふうに思っています。で、右端の方は北九州市基本計画との関係というところで、ここでは、市の基本計画を、もしよかったらぜひ見ていただきたいんですけれども、稼げる街、彩りある街、安らぐ街という、大きな3つの重点戦略があって、その中で、さまざまな指標、取り組み、具体的な取り組みというものが記載されているので、そことの関係性について記述をいただきたいなというふうに思います。前はここが未来都市計画との関係というふうになってたんですけれども、未来都市計画から基本計画との中で SDGs を見ていくことに変わっているので、そこについてのご言及をお願いしたいなというところです。そういったことをここのページに細かく書かせていただいているので、ご参照くださいと。いずれにしても、今の当初立ててた目標に対して今どうなっているか、で、今どうなっているかに対して今後どうしていくかということを、表していただければいいというところでございます。いずれにしても大事なのは、今の姿とこれからの姿をどう見せていくか、考えていくかということが大事ですので、そこを表現していただければなというふうに思います。というところです。なので、様式2は基本的には様式1と同じで、今までのところをまずベースに記述をしていただきたいというところです。で、ごめんなさい。で、ここが、ポイントというところで、先ほど言ったように、経済社会環境のトリプルボトムライン、3つへの貢献を、触れていただきたい。これは、基本的に登録いただいている方は、これ、要件満たした状態で申請いただいているので、大きな問題にはならないかなとは思います。いずれにしても、数値目標を作っていくというところが大事なポイントになるので、今はこうだけど、この時点ではこうありたいという将来のありたい姿をですね、表現していただく必要があります。で、活動目標をこう考えてるんだけど、どうやったらこれを評価できるかなっていうことがもしわからないとかっていうのがあれば、SDGs ステーションにご相談いただければ、KPI こういうものを設定されたら評価がしやすいんじゃないんでしょうかというご助言などはできますので、そういった時はご相談いただければなと思います。ただ、目標をそもそもどう考えたらいいのかなみたいなところになると、そこはやっぱり本来であれば、やっぱ組織の皆さんが考えていただくことかなとは思いますので、そこについてはまずちょっとご自身で考えてみていただいて、それに対してどう評価したら分かるかなっていう部分は、ぜひご相談いただけるといいかなというふうに思います。というのところです。で、重点取り組みにするべきもの、なんかちょっと分かりにくいなっていうケースにおいては、こういったことを考えていただくといいですよということで書かせていただいてます。基本的には本業と関係が深いものっていうものをまず書いていただいた方がいいかなと思います。経済っていうところに結びつけやすくて、指標も作りやすいと思います。なんとかっていう環境配慮製品を、今100、年間
3000万売ってるけど、それを5000万にするとかっていうようなものだと、比較的指標が作りやすいと思いますので、まあ、そういったところを考えていただくと、比較的やりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、あと、普遍的に課題になっているものとか、地域で課題になっているものを取り上げていただくと、やっぱり書きやすいんじゃないかなというふうに思います。やっぱり何事をやるにおいてもですね、大体のものっていうのは基本的に何らかの便益とかメリットがありますから、そこでプラスになる部分があるけれども、その代わりに資源を消費してるとか、そういったマイナスの面というものが一般的に生まれます。まあ、なので、そういったところで生まれるマイナスの面をうまく低減するっていうことを記載するのは、比較的皆さんの事業の中でも取り組みやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんか物を作るといえば、なんか資源を消費するっていうマイナスの部分は必ずありますので、そういったところを取り上げていただくのは非常に有用じゃないかなと思います。まあ、あと自社事業において関係が深い社会問題、まあ、介護とかそういった事業者さんであれば、やっぱ少子高齢化、医療アクセスとかそういったものっていうのは非常に課題として密接だと思いますので、そういったところに対して取り組めるものがあれば、ぜひ積極的に記載をいただくとよろしいんじゃないかなと思います。まあ、あとはやっぱり従業員とか取引先などを入れた、その自社とまあ関わりがある人たちに対する目線というものを入れていただくといいんじゃないかなと思いますので、まあ、やっぱり人的資本とか非常に最近言われてますので、従業員さんの働き方、離職率の抑制とかですね、そういったところとか働きやすさを確保する、あるいは取引先との信頼性を強化するような取り組みというものを入れていただくのも重要じゃないかなと思いますので、大事なのは自分の会社、組織にとってですね、大事なものに、やっぱり取り組むというところだと思います。自分の組織にとって大事なもの、あと自分の周りにいらっしゃる、まあ、俗に言う利害関係者、ステークホルダーというやつですね、に関わる課題に対して取り組んでいただくことを目標としていただくと、まあ、なんて言うんでしょう、それがきっかけとなって周りの人たちからの評判も上がって、商売とかも拡充しやすくなるし、サステナブルな社会の実現にもつながっていく、まさに持続可能性と成長がつながってくるということになると思いますので、そういった目線でご記述をいただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思いますと。で、最後に、洋式さんという書式ですけれども、これが今までと全く変わった書式になっていまして、これは、パートナーシップの形成というものを目指すための、ものになっています。で、これは、まず大きく分けると2つの要素を記載いただくものになってまして、自らの組織が提供できる価値として、誰の、どんな課題に対してこういったものを使ってこういったことができますと。で、そこに対するキーワードですね、こういったものを、まあ、取り出して入れていただく、インスタグラムとかでハッシュタグ入れていきますけれども、そういうイメージでここに記載いただくとよろしいかなというふうに思います。で、逆に、自分の会社が欲しいもの、必要としているものっていうのもあると思いますので、パートナーなのか、情報なのか、人手なのか、あるいは広告なのか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、そういったものを2番目のところに記載をいただきたいなというふうに思います。こういった方とパートナーを組みたいとか、そういった情報をぜひ記載いただけるとありがたいなというふうに思っています。いずれにしてもこれは1と2は対の関係になっていて、この1と2の対の関係を生かしてマッチングが促進されて、パートナーシップで SDGs の達成を目指していくというところが大きなポイントになってますというところです。まあ、このシートはパートナーシップを生かして SDGs の達成とか地域課題の解決を目指すために行う書類ですよというところがポイントであるというところです。まあ、なので、そういった目線でぜひ書いていただけるとありがたいなと思ってますというところです。で、その他、この登録制度の更新にかかる情報として、今回更新をいただく方の対象者は誰ですかという話があります。で、今回は第1次の登録事業者様のみになります。で、第1次の登録事業者様は219の事業者様がいらっしゃいます。で、第2次の登録事業者様の更新は次回募集の際にご案内をいたします。で、どこから申請をすればよいですかというところですけど、市役所様より更新対象者の方にメールでご連絡をさせていただきます。これを近日中に行う予定です。で、登録された際のアドレスとか担当者様が変更されているケースというのがあると思いますので、その変更を希望される際は、お手数ですけど、SDGs ステーション事務局にお知らせいただければと思います。登録した時の担当者誰かなっていう場合は、こちらの北九州市さんのホームページで申請書類をご確認いただくことができますので、そうしますと代表者及び担当者様の情報を確認することができます。
で、申請期限については、更新について、ご案内、の際にさせていただきますけれども、11月1日付で更新登録をさせていただく予定です。ただ、書類を作成する期間と審査をする期間がタイトになるため、受付期間はちょっと10月末ぐらいまで延長させていただく予定としておりますというところです。まあ、こういったところで、全体的なご案内です。で、最後に1、2分だけお時間いただいてご説明させてください。で、こちら、プラットフォームクローバーという仕組みがあるんですけれども、これは慶応義塾大学にいらっしゃる川久保先生という、まあ、教授の先生がいらっしゃって、そちらの方と MSN&AD さんなどが中心になってですね、作られたオンラインでマッチングをする SDGs の取り組みに対する地域課題とか課題を抱えているものと、それに対してこういうことができますよというものをマッチングさせていくマッチングプラットフォームになります。これの北九州市版のページというものがつい先日、開設をしまして、公開をされています。で、今後ですね、ここに登録制度の、登録事業者様を中心にした、登録事業者様向けのサービスなどの実施も、準備を進めているところです。ちょっと今の時点でこうですってご案内がまだできないところは大変恐縮でございますけれども、詳しくはこの整備が整ったタイミングで再度皆様にご案内させていただきますので、まあ、今はですね、こういったページが出来上がって、あ、なんか登録制度も関わりが生まれそうなんだなっていうことの認識で大丈夫ですけれども、そういった動きも取らせていただいておりますので、またご案内させていただきたいと思います。では、第1部の私の説明はここまでとさせていただきます。はい、ありがとうございました。では、続いてですね、15時50分からですね、第2部を開始いたしますので、開始時間まで今しばらくお待ちくださいませ。ご清聴ありがとうございました。それではお時間になりましたので、第2部を始めます。第2部からご参加の方もいらっしゃいますので、改めてお知らせします。本日オンラインで参加の方で説明会の内容についてご質問がありましたら、 Q&A 機能からご質問ください。回答は後日北九州市のホームページに掲載します。また、本日の説明会を録画したものを後日、北九州市のホームページに掲載する予定です。途中退席される方や、再度確認したい方は、そちらのアーカイブ動画にてご確認ください。それでは、第2部、北九州市サステナブル経営認証制度についての解説に移ります。説明は、北九州市サステナブル経営認証制度運営事務局の林より行います。はい、皆様、こんにちは。北九州市、サステナブル経営認証制度の運営事務局をやっております、公益財団法人地球環境戦略研究機関、通称 IGIS と言います。IGIS 北九州事務所の林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そうしましたら、本年度ですね、新たに始まりました、北九州市のサステナブル経営認証制度について、市のホームページをもとにですね、制度の概要、そして申請の手続きなどについてご説明をさせていただきたいと思います。北九州市サステナブル経営認証制度ということで、Google で検索していただくと、一番上位にページが北九州市のサステナブル経営認証制度のホームページとなっております。こちらのホームページを開いていただいて、でここにいくつかのファイルがございますので、このファイルをもとにですね、本日、ご説明をさせていただきます。でまずは初めにというところに、認証制度の概要についてのご説明がございますので、先ほどの前半部分と少しかぶってしまう部分もございますけれども、こちらをまずは説明をさせていただきたいと思います。こちらが北九州市の、段階的な取り組みということで、SDGs クラブがございます。で、SDGs 登録制度が先ほど、ご説明が前半にあったところです。
で、本年度ですね、サステイナブル経営の認証制度が始まったといったところで、まあ、こちら登録制度との主な違いといいますと、登録制度では SDGs の事業者様の取り組みを、見える化するといったところが主な趣旨になっておりますけれども、サステイナブル経営認証制度といったところは、本業で社会課題の解決を目指していくといったところで、企業様の経営においてですね、サステイナブルな経営を取り入れていく、それを専門家や有識者がですね、評価、そして審査をして、第三者の評価、審査を得て、市が認証をしていくという制度になっております。で、本認証制度を進めるにあたって、いくつかのステップがございます。1点目は、自己診断といったところでございます。後ほど詳しく説明しますけれども、チェックリスト5分や24テーマに沿ってですね、ESG という、今、企業が求められている対応について、自社の対応状況を棚卸ししていただくという自己診断をまず第一ステップでやっていただきます。で、それを踏まえてですね、第二ステップでロジックモデルの作成と書いてますけれども、サステイナブル経営の体制を社内で整備していただくプロセスを実施していただくといったところでございます。具体的には SDGs コンパスというステップ、ガイドラインのステップに従ってですね、社内でのプロセスを実施していただくといったところでございます。で、この第1、第2のステップを経て、専門家による評価、そして審査会のプロセスを経てですね、認証第1段階を、付与されるといったところでございます。で、本認証制度の目的は、認証を得て終わりではなくてですね、企業様がこの第1段階、第2段階を通してコミットメントした経営を通して、本業を通しての社会的な課題の解決、まあ、これをインパクトと呼んでおりますけれども、本業を通したインパクトを創出していくといったところを目的にしておりますので、毎年の進捗報告をしていただいて、そのインパクトが創出されたといったところを審査会で審査いただいた企業様においては、認証制度の第2段階といった、もう1段階上のですね、認証を付与されていくといったステップで構成されております。こちらちょっと割愛させていただいて、認証制度の、こちらが概要のスライドになります。先ほども申しました通り、まずは自己診断と体制整備を社内で行っていただくといったところが、認証制度の、求められているものです。第一段階として、後ほどまた詳しく説明しますけれども、チェックリストによる自社の現在地を棚卸ししていただくといったところでございます。で、それが終わった後にですね、SDGs コンパスという企業の中で SDGs の取り組みを経営に取り入れていくガイドラインを使ってですね、社内でプロセスを経ていただく体制整備を行っていただくといったところでございます。で、それが終わった企業様には、専門家による評価員がですね、現地に訪問して、ヒアリングなどを実施させていただいて、そのヒアリング結果をもとに審査会を開いて審査を行います。その結果を踏まえて、十分に条件を満たした企業様におかれましては、認証の第一段階を付与していくといったところでございます。で、繰り返しになりますけれども、認証の第一段階を得た企業様は、自社が、インパクトの創出に関して目標を設定していただきますので、その目標の進捗管理を毎年1回報告していただくと。で、その報告結果を踏まえて、インパクトの創出に対して評価を得られた企業様におかれましては、もう1段階上の認証第2段階を得ていくといったところでございます。認証制度に取り組むメリットとしてはですね、こういった認証制度を通して、専門家がアドバイザーで伴走支援なども入ります。で、まあ、専門家や第三者による、まあ、市の認証というお墨付きを得ることでですね、まあ、企業様の社会課題、本業を通した社会課題解決に関する取り組みがですね、見える化されて、まあ取引上のリスク軽減や人材確保などにつながっていくといった点。
で、認証制度自体がですね、金融機関様が今提供されていますサステナビリティファイナンスなどを意識した、認証制度になってございます。で、個別の金融機関様の判断によるところはあるんですけれども、認証制度に取り組むことで、そういった金融機関様が提供するサステナビリティファイナンスのメニューにですね、取り組みやすくなるといった点もございます。で、3点目、国による利子補給制度の活用などもですね、市の方で準備をしてございますので、そういった利子補給制度の活用なども、対象にしているといったところが3点目のメリットでございます。で、こちら、市のホームページに戻りまして、ですね、すみません、下の方に行きますと、10番のところに認証制度に関わる検討委員会および作業部会の開催についての情報がございます。で、ちょっと背景情報にはなるんですけれども、この認証制度はですね、令和5年の3月に検討委員会というものを開催して、こういった専門家ですね、先ほどもSDGs の登録制度の方でもご紹介ございましたけれども、現慶応義塾大学の准教授である川久保先生に院長になっていただいて、有識者に集まっていただいて、認証制度の制度設計をしてきたといった経緯がございます。で、また、市内の金融機関の方々にもお集まりいただいてですね、北九州の SDGs 経営サポートに参画している金融機関および北九州市のですね、関連部局による作業部会というものを開いて議論をしてきました。こういった情報もございますので、もしご興味ございましたら、認証制度の設立の背景としてご確認いただければと思います。で、またホームページに戻りまして、でここからはですね、申請におけるプロセスについて説明をしていきたいと思います。で、具体的なステップに入る前にですね、要項がございます。実施要項の方の説明をさせていただきます。こちらを開いていただくと、サステイナブル経営認証制度の実施要項がございます。で、すべて要項について説明をすることは、避けたいんですけれども、まずは目的のところでございます。本認証制度は SDGs の達成に向けて取り組む市内企業などを市が認証し、SDGs への積極的かつ継続的な取り組みを支援することで、市内企業などの成長や価値の向上、競争力の強化を図り、地域経済の持続可能な発展と社会課題の解決の同時実現を目指すことを目的とするというふうに目的を位置づけております。で、第2条は用語の定義が記載ございます。で、第3条においては、事業内容ということで、認証制度に関する北九州市の事業内容は次の通りとするということで記載がございます。で、申請要件のところで第4条でございます。申請要件の一番重要なところは、北九州 SDGs 登録制度の登録を受けている企業様であることといったところです。認証制度に申請する時点ですね、登録制度に登録を受けているといったところが条件になりますので、先ほども登録制度の第1次の、登録を受けた219の企業様が更新の時期を迎えられるといったところがございましたけれども、この点ご注意いただければと思います。その他の、要件については割愛させていただきます。で、認証の申請については、後ほど詳しく説明しますけれども、これら4つの様式がございます。まずは申請書という第1号様式、そしてチェックリストにおける自己診断シート、第2号様式、インパクト創出に向けた体制整備シート、第3号様式、インパクト測定管理シートとしての第4号様式がございます。後ほど各様式について詳しく説明をさせていただきます。で、その次はですね、第6条において、認証を取得するといったところで、第三者の評価がございますと言いましたけれども、
専門家などによって構成される評価員による調査、そして評価員による評価を得て、審査会を開きまして、審査会で審査を行って、最終的に市が認証するものといった段階でございます。で、認証の区分は先ほども説明しましたけれども、第一段階の認証と第二段階の認証というものがございます。第一段階については、まず求められる様式をすべて、提出いただいて、評価員による調査、そして審査会を経て、認証の第一段階を付与されるものです。で、第二段階については、認証様式、申請様式のですね、第4号様式というインパクト測定管理シートというものがございます。こちらのシートに従って、自社の目標に対しての進捗というものを報告いただいて、で、インパクトが一定の成果として認められたもの、認められた企業様に関しては、認証の第2段階が付与されるといったところでございます。以下、第8条1項は割愛させていただきますけれども、お目を通していただければと思います。で、またホームページの方に戻りまして、次はですね、認証はじめ2のところに2つ目の PDF のファイルがございます。申請から認証までの流れといったファイルを説明をさせていただきます。こちら2枚のスライドで構成されていまして、1枚目が申請までに行う流れ、そして2枚目が申請から認証までの流れといったものを説明してございます。まずは申請の段階で、2つステップがございますと申しました通り、チェックシートによる自己診断をしていただく上の部分と、それが終わられた企業様は、社内で SX のですね、サステイナブル経営の体制整備をしていただくという下の部分で構成されています。まずは、申請書という第1号様式と、自己診断シートという第2号様式を使ってですね、自己診断をしていただくと。で、それを、事務局でございます、北九、アンダーバー SX、あとなんか IGES.OR.JP という弊社の、サステイナブル系認証制度事務局の、メールアドレスに提出していただくといったところです。で、事務局の方で、診断の内容、申請書のですね、内容を確認させていただいて、で、不備などがございましたら、フィードバックを提供するといったところでございます。で、この段階で特に不備などなければ受付を完了といったところで、次に第3号様式の体制整備シートと第4号様式のインパクト測定管理シートを使って、社内の、体制整備に取り組んでいただくといったところでございます。こちらも後ほど詳しく説明しますけれども、必要に応じてアドバイザーの派遣もしくはワークショップなどでですね、SDGs コンパスの枠組みについて実施するべきことなどを解説していきたいと思っております。で、それが終わられた企業様は、実際に申請をしていただくといったところで、事務局に、1号様式から4号様式までを提出していただくといったところです。で、受付が完了しましたら、次に評価、審査のプロセスに入っていきます。まずはですね、受付が完了しましたら、専門家などで構成される評価員がですね、現地訪問をして、ヒアリングを実施させていただきます。で、企業様はヒアリングを受け入れていただいて、どういったプロセスで、どういった経緯で、取り組まれたのか、目標設定を設定されたのか、そして経営における位置づけなどなどをですね、ヒアリングを受けていただきます。で、それを、評価員が評価書を作成してですね、特に問題ないということであれば審査会に次諮ります。で、評価員がフィードバックを、提供する機会がございましたら、取り組みの改善について取り組んでいただいて、修正していただいた様式を再度ご提出いただくという流れでございます。
で、有識者で構成される審査会を、年明けにですね、年度末に開催しまして、でこちらで、審査をしていただいて、審査に通った企業様が認証を付与されるといったところで、本年度を通してですね、第1号の認証を目指していくといったところでございます。で、具体的にここからは翌年度以降の話になるんですけれども、第1号認証を取得、第1段階の認証を取得いただいた企業様は、第4号様式に沿ってインパクトのモニタリングを報告いただくといったところでございます。で、毎年1回のですね、報告の機会がございます。でこちらをもとに審査会で、インパクトの創出に関わる成果をですね、審査して、でそのインパクトの創出の成果が認められた企業様は、認証の第2段階の認証を付与されるといった流れでございます。で、ここからは具体的な、申請についてですね、それぞれの様式について説明をさせていただきたいと思います。まずは、チェックシートについてでございます。2号様式については、こちらに、チェックシートのですね、説明がございます。まずは、5分野24テーマというですね、いわゆる ESG と言われる環境社会ガバナンスに人権、そして人的資本をですね、追加した5分野、そして24のテーマに従って、自社の取り組みの段階をご確認いただくといったところでございます。で自社の評価をしていただく中で、7段階の、回答を準備しております。1段階目は重要な項目として認識していない、我が社として関係ないといったところです。2段階目はもう少し、ステップが上がりまして、重要な項目として認識しているが対応ができていないという段階です。で3段階目は対策対応について、検討を始めている、検討しているという段階。そして4段階目が取り組みを始めたが実施計画までは作成していないといった段階です。で5段階目は実施計画を含め、目標 KPI を設定して継続的に取り組みを実施している段階。6段階目は社内で体制整備制度化して継続的に運用を図っている段階。そして7段階目は社内外のステークホルダーの意見などを聞きながらですね、制度の改善を図っている段階という段階を設定させていただいています。でまずはこの7段階において、自社のそれぞれのテーマで求められている対応状況がどの段階にあるのかといったところの自己診断をしていただくといったところです。で、こちらですね、赤字で、記載している項目、具体的には人権分野で人権方針、人的資本で言えばジェンダー対応、人材確保としての人材活用、人材育成、そして環境分野の気候変動対応、社会分野の新卒就業を含む新規雇用確保、ガバナンス分野の法令遵守、こういった項目については必須項目とさせていただいて、その他の黒字で記載している項目は一般項目ということで、2区分設定させていただいています。で、必須項目というのはどういった形で必須項目になっているのかといったところが、こちらの3点で記載されております。検討委員会の中で、制度設計を図る検討委員会の中でですね、国際的な動向を踏まえて、中小企業規模に、会社の規模に関係なくですね、重大なネガティブ要素を排除すべき項目として、人権方針やジェンダー対応、法令遵守などを設定してさせていただいているといった点です。で、2点目は、地域企業の経営基盤に関する項目として、人材活用や人材育成、人材確保の分野を設定させていただいている。で、3点目は、北九州市という地域特性を踏まえてですね、環境における気候変動対策、そして新卒就業を含む新規雇用確保といったところのテーマを設定させていただいているといったところでございます。で、その他については一般項目という位置づけなんですけれども、その中でもですね、自社にとって関連性の
いものは優先項目として設定していただくといったところで、確認をいただくといったことを想定しております。で、必須項目については条件がございまして、先ほどの7段階の自己診断の中で3段階目以上を回答いただくといったところでございます。で、3段階目と2段階目が何が違うのかと申しますと、2段階目は重要な項目として認識しているが対応ができていないという段階です。で、それをですね、そういった企業さんも多いかもしれないんですけれども、これを機に赤字で求められているような必須項目については、社内でですね、対策対応の検討に結びつけていただくという趣旨のもと、必須項目については3段階目以上のですね、回答を求めていくといったものです。で、一方で、一般項目については、その縛りはございませんので、現状の取り組み状況について、7段階で自己評価をいただくといったところでございます。で、こちらが自己診断の2号様式の、様式の概略になってございます。上の項目でいう人権方針、ジェンダー、人材活用、人材育成、気候変動、新規雇用確保、新規雇用を含めた人材確保、法令遵守についてはですね、必須項目になってございますので、7段階目で3段階目以上の回答と、現状の取り組み状況を、記載いただくと。で、今後の具体的な取り組みについて、ご記載いただくというシートになっております。で、その他の一般項目については、7段階での自己評価と現状の取り組みを記載いただくといったところでございます。で、具体的な申請シートはですね、こちらの Excel の方に申請書第1号様式、自己診断シート第2号様式という1号様式と2号様式が合わさった Excel ファイルがございます。そちらを、開いていただいて、ご説明させていただきます。少々お待ちください。はい、こちらが、第1号様式と第2号様式でございます。すみません。まずは第1号様式については申請書ということで、企業名であったり、担当者氏名であったり、企業様の情報を記載いただくといったところでございます。で、一点、北九州のですね、SDGs 登録制度の登録時期、第何次登録に当たるのかといったところを記載していただくといったところでございます。で、ここから第2号様式に移らせていただきます。ちょっと細かくですね、各分野でどういったことを記載が求められているのかといったところで説明をさせていただきます。まずは人権についてです。人権については必須項目としての人権方針と一般項目としての人権教育という2つの項目がございます。で、必須項目としての人権方針についてはですね、先ほども申しました通り、7段階の自己評価の中で3段階目以上のですね、回答を求めていくといったところでございます。で、過去から現在の取り組み状況についての、整理、そして記載をこちらの欄に求めて、で、今後の具体的な取り組みに向けた検討状況についてご記載いただくといったところです。で、一般項目としての人権教育については、7段階の自己診断の結果、そして過去から現在までの取り組み状況についてご記載いただくといったところです。で、各項目でですね、確認すべきこと、そして確認内容について記載がございますので、こちらも参考にしていただければと思います。で、人権については、人権方針のところでもう一つ求められていることがございまして、こちらに人権宣言書というものを用意してございます。で、こちらは、人権宣言として3つの観点から記載がされています。これをですね、企業様名と代表者氏名で、宣言をしていただく
ということを人権の方針の対応で求めていく条件として設定をしております。こちら人権宣言書の内容について簡単に説明をさせていただきます。まず1点目は人権の方針について、我が社は企業の基本的責任として国際的に認められた人権を尊重する責任があることを宣言します。また、自らが人権侵害に加担しないよう人権配慮への取り組みを従業員に対して周知するとともに、取引先及び製品サービスなどに直接関与する関係者に対して人権侵害に加担することがないよう協力を求めていきますという文言を記載しております。で、2点目が人権デューデリジェンスという観点でございます。我が社は自社の事業活動が影響を及ぼす範囲において人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、是正することを責任持つことを宣言しますというふうに記載しております。いわゆる人権に対応する PDCA を回していくという考え方です。で、3点目は救済メカニズムの観点から、我が社は人権相談や苦情受付に関する窓口を設置することを宣言しますということで記載をしております。で、必ずしもこの文言通りに宣言をしていただかなくてもいいんですけれども、まあ、人権方針というところ、人権デューデリジェンスというところ、そして救済メカニズムという3点を通してですね、自社の人権宣言を行っていただくといったところで、企業名と代表者氏名で人権宣言書を提出していただくということを求めております。で、次に人的資本に関するシートでございます。人的資本については2つの必須項目を求めております。1つはジェンダー、そして、2つ目が人材活用、人材育成についてでございます。で、こちらについてもですね、確認項目や確認内容についての記載がございますので、こちらを参考にしながらですね、第3段階目以上の回答を必須項目のジェンダーと人材活用、人材育成については求めていくといったところでございます。で、その他の一般項目については、ダイバーシティであったり、労働安全衛生であったり、労働慣行について、項目がございます。で、次に、環境についてでございます。環境は、気候変動対応といったところが、必須項目になってございます。で、一点ご注意いただきたいのは、こちらの環境の気候変動に関する必須項目は、自社のですね、温室効果ガスの排出量のスコープ1、2のを対象にですね、排出量の把握がされているのかといったところを、条件として求められておりますので、第3段階目以上のですね、回答プラスアルファ排出量、GHG の排出量スコープ1、2を対象にした排出量の把握がされているといったところを踏まえて、過去から現在の取り組み状況と今後の具体的な取り組みに向けた状況、検討状況を記載いただくといったところになっております。で、その他の一般項目としては、循環経済や生物多様性、そして汚染防止などに関する項目が設定をされているところです。で、次に社会についてでございます。社会については、必須項目で、新規雇用確保を含めた人材確保といったところが必須項目になってございます。で、その他一般項目は多々あるんですけれども、消費者の安全衛生保護であったり、基礎的サービスへのアクセス状況、そして地域貢献活動、地域の防災・減災・レジリエンス向上への支援、研究開発共同パートナーシップなどを一般項目として設定しております。で、最後に、ガバナンス分野でございます。ガバナンスについては、必須項目で法令遵守、まあ、コンプライアンスの部分を定めてございます。で、一般項目については、腐敗防止、公正な競争、そして知的財産権の尊重、事業継続と事業継承ですね。で、情報
セキュリティと DX の推進などを、一般の項目として設定をしてございます。ですみません、画面を切り替えさせていただきます。はい、で今、私が説明したのが、こちらの、1号様式とチェックリストに関する2号様式でございます。で必須項目については、後日ですね、必須項目6項目ございましたけれども、この人権方針、ジェンダー、人材確保、気候変動、新卒就業を含めた新規雇用確保、法令遵守については、まあ、具体的にどういったことが求められているのか、なぜ求められているのか、何をしないといけないのかといったところのですね、解説の動画を追加で、近日中にホームページの方にアップさせていただきますので、必須項目の対応に関しては、そちらの動画もですね、参照いただきながら、自己診断を進めていただければと思います。でこちらが、まず申請の、自己診断というチェックリストでですね、実施していただく前半の部分でございます。でここから、3号様式、4号様式というですね、後半の部分の、説明をさせていただきます。ちょっと画面が切り替わるんですけれども、こちらが、後半のですね、企業の中でですね、本業による利益の追求と社会課題の解決を同時に図っていくためのプロセスということで、取り組んでいただく、取り組みの説明になっております。で具体的には SDGs コンパスというですね、SDGs を企業の経営戦略、ガバナンスに統合していくためのガイドラインが国連グローバルコンパクトの方からですね、示されていますので、その枠組みに沿って取り組みを進めていただくといったところでございます。具体的に5つのステップで、構成されておりますけれども、そのうちのステップ4までを実施していただくことを想定しております。簡単にステップの説明をさせていただきますと、まずは本業で SDGs、そして地域の課題といったところで、北九州市のですね、基本構想であったり、基本計画、北九州市新ビジョンとの関係をマッピングいただくといったエクササイズをしていただきます。で、ここで自社の直接的な取り組み以外にもですね、間接的な部分も含めて、バリューチェーンというところまで広げて分析をしていただくというエクササイズをステップ1でしていただきます。で、その中で自社の、まあ、活動、本業がですね、社会課題に対してポジティブな影響を及ぼすもの、そしてネガティブな影響を及ぼすもの、両方をステップ1で、挙げていただきますので、その中から自社として優先的に取り組む優先課題、いわゆるマテリアリティと説明言いますけれども、こういったものを、特定していただくといったところでございます。で、自社の優先課題が設定できましたら、それに対して目標を設定していただくと。でその進捗を図るためのですね、KPI、指標などを設定していただくといったところが第3ステップでございます。でここまでのエクササイズを通して、それをですね、経営トップが認識して、その本業を通した、まあ、社会的、環境的なインパクトの創出といったところをコミットメントしていただくといったところまでを、こちらのエクササイズで、プロセスとして社内で実施していただくことを想定しております。でこちらですね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、スクール形式などのワークショップでですね、SDGs コンパスのフレームワークなどを紹介させていただいて、で、この具体的なステップ1から4まで実施するべきことなどを、ワークショップ形式でご提供、ご解説させていただければなと思っているところでございます。でステップ1のところで、先ほどの登録制度も北九州市のですね、新しいビジョン、いわゆる基本計画に
紐づけていくといったところでご説明がございましたけれども、認証制度の方でもそれを考えております。3つの重点戦略のもとに34の個別の政策が掲げられていますので、まあ、SDGs の17のゴールと、こちらのですね、地域課題としての北九州市の、基本計画、基本構想に掲げられる34の施策にですね、紐づけて、企業様が本業で取り組まれるインパクトの創出といったところを整理していただくことを想定しております。で、こちらが第3号様式になるんですけれども、先ほどコンパス、SDGs コンパスで実施した取り組みをですね、記載していただくことで、各企業様内でどういったプロセスを経て、優先課題が特定されて、それに対して目標、指標が設定されて、経営へ、統合されたのかといったところをご説明していただくことを想定しております。で、まず3号様式の1つ目にですね、バリューチェーン分析の結果を記載していただく予定にしております。自社の本業と、まあ、SDGs の17の目標、そして北九州市の、基本計画に紐づけられている施策ですね、それとの関係性を整理していただくといったところです。で、2点目は自社のバリューチェーンにおける社会的に自社の活動が、まあ、性のポジティブな影響を及ぼす部分、そしてネガティブな影響を及ぼす部分といったところを可視化して整理していただくといったところがバリューチェーン分析で求められていることです。で、2番目はバリューチェーン分析をもとにですね、自社の優先課題といったものを特定していただくといったところです。一つのやり方としては二軸でですね、社会への影響度と自社の経営における影響度といったところで整理していただくといったところも想定されますけれども、どのように優先課題を特定したのかといった説明を記載していただく部分になっております。で、3つ目が目標指標の設定の部分でございます。目標については意欲的な目標の設定をお願いしていくところです。で、意欲度をどう測るのかといったところでございますけれども、具体的には、例えば国や、自治体、そして国際的な目標と比べて、意欲度がどの程度あるのか、そして企業様の過去の取り組みと比べて、どのくらいですね、意欲度があるのか、そして3点目には、業界、他の企業様の取り組み状況と比較してですね、どのくらい意欲度があるのかといったところを、評価していくことになっております。で、目標は具体的で計測可能で期限付きなものを設定していただくことで、インパクトの、創出についてモニタリングをしていただくことにつなげていただくといったところでございます。で、成果を図るためにですね、現状の取り組み状況についても記載をいただくというのが3つ目の枠に記載いただくことです。で、4つ目は経営の統合といったところで、まあ、ここまでの取り組みやその申請内容といったところが経営者によって認識されてですね、経営トップにおけるコミットメントが得られているのかといったところを評価員がヒアリングで評価をしていくといったところでございます。で、具体的にはロジックモデルといったインプットがあって、事業活動があって、どういったアウトプットを作って、自社活動でですね、アウトプットを通してインパクトを創出していくのかといったロジックをですね、モデル図式化したようなものを掲載していただくといったところを、想定しております。で、第3号様式で記載していただいたことは、第4号様式にも記載を転記いただいて、毎年の進捗管理に活用していただくことを想定しております。こちらが、第3号様式と第4号様式の
Excel の、申請書になってございます。第3号様式は先ほど、説明しました通り、バリューチェーン分析、そして、優先課題の特定をどういうふうにしたのか、目標指標の設定、そして、経営の統合ロジックモデルについて記載をしていただくといったところでございます。で、第4号様式については、それをですね、具体的に、分野課題名を記載していただいて、自社の活動がポジティブな影響を及ぼす部分なのか、ネガティブな影響を及ぼす部分なのかというところを選択していただくと。あ、すみません。画面が切り替わってないようなので、すみません。失礼いたしました。今、第3号様式が見えているかと思います。こちらが、すみません。Excel の、第3号様式でございます。先ほど、説明した通り、4つの観点ですね。バリューチェーン分析をどういうことをしたのか、優先課題の特定としてどういうプロセスを経たのか、そして目標指標の設定について、で経営への統合ロジックモデルというのを記載していただくといったところでございます。で第4号様式については、少なくとも3つのインパクト創出について、コミットメントしていただくということを想定しております。でもう一つの条件としては、自社の活動を通して社会に対してですね、ポジティブな影響を及ぼす部分、ネガティブな影響を及ぼす部分、両側面を、考慮いただくといったところを、想定しております。でこちら第4号様式については、少なくとも3つということなので、3つのインパクトについて、インパクト目標を設定するフォーマットになってございます。まずは特定した優先課題について、分野や課題について記載をしていただく、そしてそれがポジティブなインパクトの創出に当たるのか、ネガティブなインパクトの緩和に当たる部分なのかといったところを選択いただくといったところです。で成果目標について、数値目標を含めて期限を設定いただいて、それを測る指標を記載していただくといったところです。で現状の取り組み状況について、基準年とそのベースラインを設定いただくといったところ。そして、ここからがですね、認証の第一段階を得た企業様が翌年度以降使っていく部分になるんですけれども、毎年の進捗を記載いただいて、その根拠となるデータなどを記載いただくといったところです。で最後に、北九州市の新ビジョンとの関係性といったところで、先ほど説明しました通り、3つの、重点戦略と30以上のですね、具体的な政策がございますので、そことの紐付けをしていただくといった様式になってございます。またホームページの方に戻らせていただきます。で、こちらがですね、具体的に認証の申請をしていただくときのプロセスと具体的な、申請書になってございます。で、先ほど、ちょっと説明をしました通り、自己診断のチェックリストについては必須項目については追加でですね、解説するような、資料と動画をですね、近日中に、ホームページの方でアップしていきたいと考えております。そちらを、参考にしながらですね、各企業様の自己診断を進めていただければと思っているところです。で一方、冒頭、白水係長からもご説明がございました通り、こちらの認証制度の手続きに関する質疑応答については、チャット内で、現状ございましたら、お送りいただければですね、後日、質問回答集としてホームページ上にアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。でまた後日、具体的に取り組まれるときに質問などございましたらですね、ちょっと、こちらになってしまうんですけれども、初めのところにある、申請までの流れのところでございます。
事務局、認証制度の事務局のですね、メールアドレスがございますので、こちらに、お問い合わせいただくか、近日中にこちらもですね、認証制度のチラシをアップする予定ですので、そのチラシの中に、お問い合わせ先といったところで、北九州市の政策課、もしくは認証制度の事務局の弊社のアドレスがございますので、そちらにお問い合わせいただけると、ありがたいです。で、以上でですね、認証制度についての概要と、申請手続きについて、一通り説明をさせていただいたところです。お時間、まだあるんですけれども、これからですね、一通り認証制度の手続きについて、聞かれて、で、具体的な質問がございましたら、時間の範囲内で、質問は受け付けて、で、後日、その回答はまとめて、質問回答集としてホームページ上に上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そうしましたら、ちょっと時間よりも、早いですけれども、私からですね、認証制度の概要と、具体的な申請手続きについての説明を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後に改めて連絡事項です。本日いただきましたご質問の回答は、後日北九州市のホームページに掲載しますので、そちらでご確認ください。また、本日の説明会を録画したものを、後日北九州市のホームページに掲載する予定です。もう一度ご覧になりたい方は、そちらのアーカイブ動画にてご確認ください。それでは、これをもちまして、サステナブル経営実践のための制度説明会を終了します。ありがとうございました。